階段アミーゴ。時って、うん、あの変な先入観がないんで多分受け入れちゃうんでしょうね、おそらく。そうです、ね、そうです、ね、普通考えてピアノの上からこう出てるってこと自体もおかしいなことです、ね、おかしいと思うんですけど、子供だったら普通にこう何の先入観もなくパッて受け止めちゃうみたいな、うん、とこあるのかもしれない、ね、当時は普通だと思ってたんですよね。僕は友達の、うん、あ別にそんな大した話じゃないんですけど、友達の正確に言うとその僕の女の子友達なんですけど、うん、友達の同級生だったかな、そのすごい近しいお友達の方が小学校の時にすごいおかしな友達がいたっていう記憶だけあるんですよね、うん、でその友達の名前がこれ変なんですけどガニベニアっていうんですよ、はい、ガニベニア明らかにおかしいじゃないですか、日本語の名前で、聞いたことないですね。でガニベニアっていう友達が教室にいたらしいんですよ、はい、で特に何を喋るわけでもなくポツンと座ってて、でなぜかその両目が異常に真ん中に寄ってるんですって。ほうほうほう。で普通考えておかしいんですけど、あの当時はもう当たり前のように受け止めていて、で年を経て高校とか、まあ、大人になって考えたら名前もおかしいし顔つきもおかしいし何だったんだろう、うん、で久しぶりに同窓会かなんかでそういえばガニベニアって変な子いたよねって言ったんですけど、うん、誰一人覚えてないんですよ。誰一人もむしろ笑われるぐらいの、なんだそれ。そうですよね。うわ。っていう風な記憶があるっていう、そのいましたね一人。だ気づいてないだけで自然なんかも見ちゃってるっていう。で僕もまあいろんな方と会って、なんか不思議な経験とかありますって言うんですけど、大抵いやそんなんないですよって言うんですけど、こう喋ってるうちにそういえばこんなおかしなことあったなみたいな。うわ。やっぱありますよね。おかしなことと思ってない部分があるから。はいはい。そうか。怖。だから霊感ないって言ってる人も見えてるだけかもしれない。うわ。うわあ、そうか。そうなんですよ。何とも思ってない。そうそうそう。でこれも確かクラブ。ありがとうアミの渋谷怪談夜会第3夜。